自然好きの皆さん、とっておきのご用意してます。今日の動画は、蛇に出会った時にすべきこと特集です。思いがけずに蛇と直面してしまうなんて想像できますか？でもどうやって毒蛇かどうか見分けられ、そしてさらにもし噛まれたらどうしたらいいでしょうか？その答えを探るためにこの動画をご視聴ください。大丈夫、ただの動画ですから。ここで告知です。チャンネル登録をしてお知らせをオンにしていただけると光栄です。いつも応援ありがとうございます。さて、ヘビは毒のあるものとないものがいます。毒性のないヘビは牙の中に毒を持っていないため、人間の健康状態に極めて危険ということはありませんが、医師の診察を受け、傷の治療、そして何も問題ないか確認してもらいましょう。しかし、毒ヘビには有害な毒が牙に隠れており、深刻な健康問題、体の重要な器官に侵入した場合は死を引き起こします。でもこの2つはどうやって見分けたらいいでしょう？ヘビから逃げるのに一生懸命な場合は特に。ご心配なく、役立つ明確なサインをいくつかご紹介します。1. 頭を見る。毒ヘビのはっきりしたサインの一つは三角形の頭。すべての毒ヘビの頭の形が同じということではないですが、だいたい首が頭より目に見えて細いです。毒のないヘビは丸い頭で、もっと他の体の部分との続きに見えます。2. 瞳孔に注目する。多くの毒ヘビは楕円形で縦の瞳孔を持っていて、毒のないものは丸い瞳孔を持っています。このルールにも知っておくべき例外があります。毒のないヘビでも危険な状況で強く怖そうに見せるために、簡単に瞳孔の形を変えることができるんです。それに有名なブラックマンバやコブラなどの超毒性のあるヘビでも丸い瞳孔を持っているヘビもいます。ですから対峙しているヘビのタイプを特定しようとするときに、この要因だけに頼らないようにしましょう。 3. 目の間のスペースを観察する。毒のあるヘビは狩りにおいては毒のないヘビより有利です。熱に敏感な部分があり、赤外線で獲物の場所を特定します。ピット器官と呼ばれており、目の間か鼻の穴の間に位置しているため、気をつけて見てみましょう。 4. 色と振る舞いに注意する。毒のあるヘビは色においても動きにおいても強烈です。もし美しい明るい色のヘビを見たら、毒がある可能性あり。スカーレットキングヘビやミルクヘビなど、ここでも例外はあります。とってもカラフルですが、全く毒性はないんです。振る舞いに関しては、毒のあるものはシューという音を発したり、ガラガラと音を立てたり、のっけから攻撃的です。 5. 尻尾を観察する。毒蛇の見た目においてもう一つ重要な違いが尻尾。もっとはっきり言うと、鱗のパターンに注目。毒蛇は尻尾の先にある鱗の列を2つに分けるはっきりとしたラインで分かります。1列しかないのであればご安心、その蛇に毒はありません。 6. 泳ぎ方に注意する。爬虫類専門家は、多くの場合毒蛇は泳いでいる時に見分けることができると言います。毒のない蛇が体を水中に沈めて泳ぐのに対し、毒蛇は体全体が水面から見えるようにして泳ぐことを好みます。でも他のソースによれば、いつもそうとはいかないようです。ってどっちなんだ。水蛇を見たら他の要因にも気をつけて見るようにしましょう。私はとりあえず水から全力で脱出します。たまたま蛇に出くわしてしまった時に、毒蛇を見分ける方法は分かったと思います。次に、そもそもこの危険な退治を避けるためにできることを見てみましょう。蛇に近づく可能性を最小限にするために取れる予防措置をご紹介します。 1. 対蛇仕様の家。
田舎に住んでいたり、夏のためのコテージを所有していたりする場合、ヘビのお気に入りの隠れ場所である背の高い草や落ちた枝などを取り除いて、ヘビの侵入を防ぎましょう。芝生を定期的に手入れし、庭に散乱しているものを除去してください。水酸化アンモニウムを庭の端に撒いておくのも有効です。ヘビはこの匂いに耐えられないので寄ってこなくなります。 2. 木と草むらに注意。田舎では足元に気をつけるのは鍵ですが、木や茂みも要注意です。ヘビは木に登ることができるため、何の気なしに歩いていたら簡単に襲われてしまいます。気をつけて常に注意を払いましょう。常に警戒するのって疲れますよね。だからそうですね、目を光らせておいてくださいとでも言っておきましょう。 3. 適切な靴を選ぶ。山奥や森を散歩するときは、指先が隠れた靴を履くようにしましょう。ビーチサンダル、サンダルなど他の指が出た靴は、この状況において自分を危険にさらしているだけです。あまり賢い選択とは言えませんね。 4. 光を消す。キャンプがお好きな方に蛇を避けるためのアドバイス。寝るときに光の元をすべて覆って、朝起きたら服をよくパタパタすることをお忘れなく。光と人間の匂いは自分の方向に蛇を誘い込んでしまうんです。だからこれらの2つの要因を排除すれば安全度がアップ。 5. 蛇についていかない。好奇心がたたって人が蛇に噛まれるケースはたくさんあるんです。蛇が突然人を襲うことはあまりありません。脅威を感じた場合のみ蛇は噛みます。追い回すことの反応を引き起こさせてしまうんです。人も同じようなもんですね。だから蛇から離れるほどよりベターです。このアドバイスがあれば蛇との不快な遭遇を避ける助けになるはずです。でも残念ながら蛇に噛まれることはそれでも起こります。もし噛まれた時に何をすべきか知っておくことが重要です。初めにすべきことは救急車を呼ぶこと。これが完了したら毒蛇に噛まれたのかどうかを確認しましょう。見た目が思い出せなかったら自分の傷を見てみましょう。痛々しい寄り添った穴のマークで、その周りが腫れて青白くなっていたら、毒のある蛇に噛まれた有力なサインです。気持ち悪くなったり、筋肉が弛緩したり、熱が出てきたりするのも体に毒が入り込んでいる証拠。救急車が向かっている間、落ち着いて動かないことが重要です。パニックや大きな動きは心拍数を上げ、毒が体に回ることを促進します。できれば傷のある部分を心臓より下に保ちましょう。こうすることで毒の周りをスローダウンできます。噛み傷の周りに毒が見られる場合は気をつけて取り除いて、すでにダメージを受けた肌に入り込まないようにしましょう。傷から毒を吸い出す方法がよく知られていますが、あまりいい方法ではありません。毒を吸い出そうとしている人が自分であれ、他の誰かであれ、口から総合汚染されるリスクがあります。傷には毒があふれていて、これが口の組織に感染します。口の中はバクテリアでいっぱいのため、それによって傷を感染させてしまうこともあるんです。だから最近の専門家はこの方法に反対する場合が多いです。傷に様々なクリームを塗るのも NG。 アルコールを摂取したり、カフェインが含まれた飲み物を飲むのもダメ。これらの飲料は心臓に影響し、より早く毒を広めてしまいます。喉が渇いているならお水を飲みましょう。水分補給ができますし、体から毒を排出する助けになります。危険な状況ではこれが必須です。ヘビの動画にもかかわらず、最後までご視聴ありがとうございます。ヘビに関する他の役立つ興味深い事実をご存知ですか？ぜひコメント欄に書き込んでください。動画に高評価して、友達への共有、チャンネル登録もよろしくお願いします。やっと終わった。私ヘビ大嫌い。